バルカン人、またはバルカン人はアメリカのサイエンスフィクションテレビドラマスタートレックシリーズに登場する架空の種族である。母性はバルカン。バルカン人であるスパッチとその両親1968スタートレックシリーズを通じて登場する異星人でスタートレックのパンフレットによれば日本人をモデルとして設定されているため身体的特徴や髪型、精神性、 使用する武術に日本的特徴が顕著である。また、ロシア系ユダヤ人であるレナードに思いのアイデアも取り入られており、挨拶や仕草などにユダヤ人の慣習をもとにしたものも見られる。尖った耳、吊り上がった細い眉毛、つむじからまっすぐに伸びた髪型、細身の体型などが外見上の特徴であり、高い知性を有するヒューマノイド。 論理的で自制心が非常に強いという特徴で描かれている。ベータゾイド人ほど強力ではないが、長く種族間で磨き上げたテレパシー能力があり、触れた相手と精神的にも接触することができ、使い方によっては気絶させることもできる。心臓が人類と逆の位置にあり、血液が銅を元とする緑色で、母性は大気が地球より希薄な上、 高重力に適応しているために強靭な身体機能を持っている。寿命は200数十年である。砂漠地帯に注ぐ強い日差しから目を守るためにまぶたは二重になっており、地球人なら失明してしまうほどの強烈な光にも耐えることがある。地球人とのファーストコンタクトは2063年4月5日であり、これは公式上地球人初の異星人との接触となる。 厚生官高校を習得した人類の先輩格に当たる種族で技術的な成熟過程にあった人類に精神的な成熟を要求し厚生官高校を2151年まで差し止めた歴史もある感情的な反応を強力な自精神で抑え込むことを強い思想的信条としており論理的であることを尊ぶ儀式による精神性の追求を行い 宇宙探査も彼らにしてみれば、他種族との交流によって、自らの精神性を高める修行の一つであるようだ。そのため、バルカン戦は攻撃力も防御力、解析力もあまりなく、時代差による技術の問題もあるであろうが、スター・トレック・ファースト・コンタクトでは、USS ・エンタープライズ E を探知できなかった。論理的であるが非常ではなく、人類のことは、 感情的で未成熟な種族とみなすことも多い反面、活力に溢れた魅力的な種族とみなすこともある。論理的でない相手、自称には非論理的だというのが有名である。また、年を重ねることも、経験によりさらに高時な論理的精神を有することができると考え、人間のように華麗に対する嫌悪感は、全くなく、むしろ肯定的に捉えている。 スタートレックシリーズの世界では、その論理的な判断力や、学級的姿勢が、養殖や、科学士官にうってつけという暗黙の了解もあるらしい。カーク船長と科学士官スポックのコンビは有名だが、これも、アーチャー船長と科学士官、副司令官のトゥポルという前例があってこそ、という説が出ている。精力的で、基地に富む、地球人と精神性と論理を尊ぶバルカン人の、組み合わせは、 興味深い相互作用効果を生むようだ。熱血感の科学が思わず、漏らしたスラングに対して、スポックが、船長、その表現は非論理的ですなどというやりとりも面白い。レナードにもイいによる、バルカン、サルート、人差し指と中指、薬指と小指をくっつけ、中指と薬指の間と親指を開いて、相手に手のひらを見せ、長寿と繁栄を。 ライブロングプロスパーというバルカン式挨拶は有名でスタートレックファンの間で広く知られるがしばしば他の SF 作品などの中でもパロディとして登場しているこの手の形は地球人には先天的にできる人とできない人がいるまた、前を釣り上げて否定的驚きを表すこともありスポックが頻繁に見せるさらにバルカンアタックと呼ばれる 首の付け根のあたりを強く掴んで神経を圧迫することで相手を気絶させる攻撃ができる。この技はヒューマノイド型であれば種族は問わず有効である。戦闘を好まないバルカン人にとってはやむを得ない時にのみ使用するようだ。このバルカンアタックは非常に強い握力と繊細な指先の感覚が必要であり、多種族では習得が難しい。映画 ST3 において スポックがドクターマッコイに乗り移っている時に試みた際には失敗している。新スタートレックに登場するアンドロイドデータはこれを簡単にやってのけ、スポックからやるねと賞賛を受けた。ロミューラン人とは古い血縁関係にあるが、ロミューラン側は非常に感情的で攻撃的である。宇宙大作戦の時代の後付け設定では男性名は必ず S、女性名は 必ず t から始まるとされ、ちなみに、英語の綴りは、トゥボックは、トゥーバク、トゥポルは、ティーパルと、明確に区別されている。ポンファーと呼ばれる7年ごとの発情期があり、本来感情を抑制することを尊ぶバルカン人に、とっては、自己嫌悪や屈辱的な気分に襲われることもあるようだが、それ以上に身を焦がすような焦燥感を含む苦痛を、味わい、生殖活動を行わないと、 苦しみのうちに死ぬこともある。このため7歳の時に婚姻した相手と交わるか、船内娯楽設備のホロデッキと呼ばれる、バーチャルリアリティで性的な葛藤を処理することになるが、特定の異性に熱烈に迫る傾向が強すぎて、ホロデッキで処理することができない場合もある。また、クナットカリフィーと呼ばれる血統でも発情を収めることができる。この期間のバルカン人は、感情的で、 少々危険ですらある。なおこの期間が過ぎれば元に戻る。元来、バルカン人は感情的な部分を強く持っており、非常に好戦的ですらあった。しかし哲学者スラクの提唱したイリックという思想に基づいてテレパシーを用いた精神融合により感情をコントロールする術を学んだとされる。結さかんな青年期には感情が暴走する傾向も強いため、 このイディックを学ぶことが必須とされ、論理を否定する者には、バルカンマスターと呼ばれる長老的人物がイリックを教えることになる。また、高齢になると、ベンダイ症候群という病気等によって、感情の抑制が効かなくなることもある。なお、このイディックに不信を抱き、バルカン人と他元を分かったのが、後のロミュラン人とされている。この生来の感情は、人類のそれよりも、はるかに強烈なもので、 シンスタートレックのピカード艦長は、惑星間平和調停のついている、最中の、ベンダイ症候群で感情の抑制が効かなくなり始めていた、バルカン大使サれくの感情を抑えるべく、イディックの神髄とも言える、精神融合を行い、そのあまりに強烈な感情に翻弄され、危うく、人格を破壊される寸前にまで追い込まれた。無事で済んだのはピカードが、長年の訓練によって習得した、 自己抑制の結果であって、普通の人間なら、あまりの感情の強さに死に至る、危険のある行為ですらあった。実質でも、瞑想や、カルトーという一種のパズルなど、論理的思考力を養うゲーム等をしている。また、精神融合をするにも、この瞑想をして、精神をより研ぎ澄まさなければならない。バルカンの精神収容法は、多種族も行うことができる。スタートレック。 ピカードシーズン1第9話では人工生命のスー,ートラも精神融合を行っており、精神融合はバルカン人に限られた技ではない。精神収容の一環で武術を行う者も,も多く、トゥボックは休日の達人でもあり、サレクは襲いかかってきたテラライト人大使を苦もなく弾き飛ばした。バルカン人の中には感情を解放すべき、または感情を抑制せずに論理との調和を 求めるべきと考える者たちも存在するが、彼らは多数のバルカン人から異端として扱われている。しかし、後にバルカンの精神収容で重要となる精神融合を古代の文献から再発見したのは彼ら一端派であった。また逆にバルカンの論理を守るために惑星連邦からの脱退を求める一派も存在する。スポック詳細は、 スポックを参照トゥボック詳細は、トゥボックを参照トゥポル詳細は、トゥポルを参照サレク詳細は、サレクを参照ソバル22世紀中頃の在地球バルカン大使。若い頃は軍の事務官だった。地球人を野蛮で未熟な種族とみなしており、ディープスペースへの進出を妨害していた。ジョナサン・アーチャー大佐が指揮するエンタープライズ NX-01 の進む中にも反対していたが、 バルカン・アンドリア間の領域紛争において、アーチャー大佐が公正な立場を崩さずに仲介役を見事にこなしてみせると、地球人への見方を少し変化させ始める。ツインディキキに際して、エンタープライズ NX-01 がデリフィック領域の拡大を阻止した事実を知ると、地球人のディープスペース進出に反対していた自身の判断は間違いだったと認めた上で放置していたら、 バルカンも領域に飲み込まれていた。ありがとうと言って、アーチャー大佐に握手を求めた。2百1 5 4年に在バルカン地球大使館で発生した爆弾テロ事件において、地球連合宇宙艦隊のマクスウェル・フォレスト提督が、ソバルをかばって命を落とした。これ以降、ソバルは親地球派の立場を明確に示すようになる。地球人から見れば、高圧的な、 バルカン人の代表のような人物であるが、実は常に厚く地球人にも親近感を抱いており、職務遂行のために、それらの感情を押し殺していた。また、生まれつき精神融合を行うことができる融合者でもある、ソロック惑星連邦宇宙艦隊の大佐、ネビュラ級 USS トゥカンブラの艦長、感情を制御する術を持たない他の種族、 特に地球人よりもバルカン人は優秀であると信じており、自身の指揮する宇宙船のクルーは全員バルカン人で固めている。多種族との勝負時に勝ち相手が悔しがる様を見ることに優越を感じ、またその勝利を繰り返しひけらかすことで優越感を得るというバルカン人には珍しく非常に歪んだ性格をしている。しかし指揮官としては優秀で、ドミニオン戦争中は、 艦の修理等で後方に下がることなく、半年間も前線に止まって戦い続けた。また、クリストファー・パイク栄誉勲章を二度も受訓している、DSQ のベンジャミン・シスコ司令官とは、艦隊アカデミーの同期だが、バーでのレスリング勝負に橋を発する因縁で20年来の確執がある、プラス22世紀中頃のバルカン政府の行政長官、ロミューランと内通しており、 バルカンを弱体化させるため、スラクの教えをねじ曲げ、不寛容で偏教な社会を作り上げてきた。2154年の革命で失脚。クバック22世紀中頃のバルカン政府の大臣、ブラスの政策に疑問を持ち、対立していた。2154年の革命でブラスが失脚すると、バルカン政府の中心的人物となり、以降は地球に不当な干渉を行わない方針を打ち出した。 トゥパウ22世紀中頃の反政府活動家、真のスラクの教えを信奉する、知らないとの構成員で、ブラス率いるバルカン政府から弾圧を受けていた。2154年の革命後、ブラス政権も終了。その後トゥパウが新たな最高司令官に就任。その後、軍事政権時代に失われつつあった、スラクの真の教えをもとに、バルカンを立て直すことに尽力する。 宇宙大作戦、バルカン星人の秘密に、同盟のバルカン人女性長老が登場するが、同一人物かどうかは不明。ブラウ大使22世紀中頃のバルカン政府のマザール元大使、マザールの汚職を法廷で暴くために、あえて汚名を着て、職権乱用を及び違法行為の罪を受け追放される。バルカンの文化や習慣を客観的に見ることができる人物、地球の文化、 習慣、礼儀も熟知しているだけではなく、冗談や応対までも地球人に合わせることができる。異種文化も尊重しバルカン人とは思えないほど、社交的な人物でもある。スタートレック、エンタープライズ第23話ホールにヒーロー、追放された者への祈りベリック2137年、タッカーに生物を教えた教師。メノス22世紀中頃のバルカン人、スタートレック、 エンタープライズ第33話ザ・セブンス。封印された記憶にて、アガロンの指導者がバルカンとの同盟締結協議の際にバルカンに助けを求めた。100名以上のバルカンエージェントが整形手術を受け、腐敗した政治組織に潜入した。最後には彼らの働きで、そこにいた犯罪組織を一掃するが、中には腐敗した政治組織に影響を受けて自らも犯罪に手を染める。 エージェントも出た。メノスは、その一人である。メノス役は、ブルース・デービソンが演じている。日本語版の吹き替えは、牛山シュゲルで、牛山シュゲルは他に、新スタートレックの、ローアと映画、スタートレック VR となる道へでは、ヒカルスール等の吹き替えをしている。トゥレス22世紀中頃のバルカン人、トゥポルの母親、バルカン科学アカデミーの元教師、 フジェムイコール修道院が破壊された後、主席大臣が解雇され、バルカンの保安省がトゥポルを恨み、トゥポルの母親であるトゥレスに圧力をかけ退職するか、解雇か選択させられ、トゥレスは退職することを選択する。後にトゥポルの婚約者、コスの手を返して渡されたイディックのペンダントから、母トゥレスが知らないとであることがわかる。スタートレック、エンタープライズ第84話、アウェイクニング。 陰謀の嵐で死亡する。トゥミア地球歴1957年に地球初の人工衛星スプートニクを観測するため、太陽系を訪れたバルカン科学調査船の副長、トゥポルノヒーババにあたる。地球の軌道上で船に重大なトラブルが発生し、船がアメリカ合衆国ペンシルベニア州の田舎町、カーボンクリーク郊外に墜落したため、初めて地球に上陸した。 バルカン人の一人となる。墜落の際に船長が死亡したことから生存者たちの指揮を取った。当初は墜落地点付近で野営していたが通常想定されている期間内に救助が来ず非常用食料が尽きたためメストラルの提案で正体を隠してカーボンクリークの町に移動し酒場のウェイトレスとして働いて日銭を稼いだ。地球人を暴力的で 自滅寸前の種族とみなし県をしていたが、酒場の女主人、マギーの高校生の息子ジャックが天文学や数学、瞑想などの精神鍛錬法を熱心に学んでいることを知り、次第に地球人への印象を変化させていく。軍で最も優秀な成績を収めたジャックが学費を用意できず大学進学を諦めて働くつもりだと、聞くに至り、装備品についていたマジックテープを 自分の発明と偽って地球人の企業に売り、得た多額の金をこっそり、ジャックの学費として寄付した。カーボンクリークに数ヶ月滞在した後、救助に来たバルカンに回収され、地球を去った。メストラルとは文化汚染に対する考え方の違いから対立していたが、結局地球に残留を希望する彼のため、救助に来た上官には、メストラルは墜落時に死亡したと虚偽の報告をした。 地球で購入し、バルカンに持ち帰った布製のバッグは200年を経て、トゥポルに受け継がれている。なお、トゥミア役は、トゥポル役のジョリーン・ブレーロックが演じ、日本語版の吹き替えもトゥポル役の本田孝子が担当した。メストラル地球歴1957年に、地球初の人工衛星スプートニクを観測するため、太陽系を訪れたバルカン科学調査船の乗員。 当時のバルカン人には珍しく非常に柔軟な思考の持ち主で適応力も高くカーボンクリークの住人たちにすんなり溶け込んだ野球やテレビなどの文化に強く惹かれると同時に地球人に好印象を抱き逆に悪印象を抱いているトゥミアに対しもっと注意深く観察すればそんな結論にはならないはずだと反論した地球人から学ぶことはたくさんあるとして期間を拒否 その後の一生を地球で過ごした。バルカンの公式記録では、墜落時に船長と共に死亡したことになっている。ストラン地球歴1957年に、地球初の人工衛星スプートニクを観測するため、太陽系を訪れたバルカン科学調査船の乗員。カーボンクリークでは、廃漢港として働いた。本業は、ワーアップフィールドエンジニア。地球人に嫌悪感を抱いていたが、 いかにも気真面目なバルカン人らしく、救助船の到着日時がわかり仕事を辞めた後も、約束したからと言って律儀に、ギャレット夫人宅台所の水漏れを修理しに行っていた。髪型が、サンバカ大将のリーダー、モーハワードに告示していたため、ギャレット夫人の息子からしつこく、モーと呼ばれて憤慨した。救助船到着時に、トゥミアと共に地球を去った。 文化汚染の危険を顧みないメストラルの言動に批判的だったが彼の希望を叶えるためトゥミアが救助チームに虚偽の報告をするのを黙認した。ありがとうございます。